ジャパナビ、もう一つの夢の旅、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、九州縦断ロマン紀行第8章。先週は鹿児島県突入、霧島の広大な大自然の中で湧き出す豊富な温泉でリフレッシュ。今週は早くも鹿児島観光のメインイベント、桜島観光スタート。まず最初に訪れるのはこちらです。おちゃーちょん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 、オレンゲリエさん、やばい、なんでこのところ来るんだよ。リンゴよ、大きいのいる。うわ、しかもこれたくさんあるの。おちょーい、大がらし、これは桜島で超有名な黒い壺です。あ、黒い壺、はい、怖い、やっぱり。さてクイズ、えこの中には食べ物が入っています。あ、さて何が入っていますか。ザーチョイ、チョ、シウチョ、チョ、シアオ、チウチョ。さて正解は倉本さんに聞きましょう。倉本さん、倉本さん、じゃあこちらお願いします。倉本さんです。あ、こんにちは。こんにちは、おはようございます。この中には何が入っているんですか。はい、これは黒酢なんですね。黒酢、はい、発酵お酢なんです。お酢、はい、お黒いお酢、はい、だんだん色がね、うん、黒くなってきますよということで黒酢という名前をつけてこれ全部同じ黒いお酢ですか。そうなんですよ、壺だけで作ってるんですよ。壺でお酢は作るものなんですか。はい、そうなんですよ。昔からね、200年という歴史があるんですけども、200年前から、はい、これ200年前のものですか。200年前の壺はね、こちらの方にずっと使い続けてる壺とかもあるんですよ。うん、そうなんです、すごい、はい、これ中開けてみることとかできます。大丈夫ですよ。大丈夫、はい、特別許可ですか。はい、お願いします。特別許可だ、はい、ね、特別許可っていう言葉大好き。これがね、ずっと200年使い続けてる壺なんですけどね。仕込みをしてからだいたい6ヶ月でだいたいオスができるんです。まだ 黒酢ではないんですけどね。うん、でも綺麗、なんかウイスキーみたい。これがちょうど仕込んでから6ヶ月の状態、はい、もう酸っぱいんですよ。酸っぱい、うん、お酢にはなってるんですけども、うん、こっから6ヶ月まだかかるんです。うすばうわうわ、すばいすばい。これそうそう、材料は何なんですか。うん、材料はね、3つしか使ってないんです。うん、米麹と蒸したお米と地下水、この3つだけなんですよ。日本酒みたいですね。そうなんです、仕込みをしてから1年経ってるやつが隣にあります。ね、これ全部同じ壺じゃないですか。うん、どれが1年とかどれが半年とか分かるんですか。毎日ね、子育てやってますからね、はい、どこにはどういう子供がいるっていうのが分かるんです。あ、職人だ、すごい。すごく元気のいい顔よね。今あの液がいっぱいになってましてね、はい、この竹の棒でまず色を見るんです。こんな風にしてね、あ、色がまだ見えるね。あ、この2つのやつ見えますでしょ。うん、アンテナみたいな、うん、であと透明度、ね、照り具合とか言ってるんですけど、であとはこう味を見てね、うん、あ、黒酢出来上がってるよ。本当、僕もちょっと味見してみます。あ、私もいいですか。はい、これが1年、はい、1年、あ、Okay、マイルドになるんだ、ね、熟成する感じですか。うん、黒酢ですからね、はい、味とすればあの一緒に酸っぱいんですけどね、うん、だんだん酸っぱみを感じなくなってくる、うん、これがやっぱり熟成の効果なんですね。うん、置けば置くほどマイルドになるとかありますか。そうなんです、はい、マイルドになってくるんです。へ、はい、じゃあ100年置くと蜜になるんじゃないの。あ、色が濃くなってる。あ、本当だ。こう比べますと、はい、色がだんだんこう黒くなってますね。うん、本当だ、熟成した、うん、これが黒酢の名前の言われなんです。だんだん熟成することによって色が黒くなるよ。あ、それは黒酢なんだ。うん、黒酢、壺の色が黒いから黒酢ではないんですよ、ね、ない。黒い壺が有名なわけではない。こちらが、はい、3年以上熟成かけてるんですね。はい、この竹を入れますとね、竹の形が消える度合いが早い。あ、本当だ、本当だ。お、結局こうなるね。こんな感じ。これ赤ちゃん、これ少年、これ大人。成長段階ですね。ちょっと飲んでみてもいいですか。大人の味を、はい、大人の味。何か調味料を入れたみたいな味がする、ね、うん、わ、美味しいけど、うまいや、うん、美味しい。でもね、酸っぱさがね、うん、とろいよ、うん、甘い、甘みが少しある。そうそう、うん、
うん、三大缶に食べたくなっちゃった、うん、何にも加えてないんですよ、はい、うん、そのまま熟成しただけで、うんうん、酸っぱいんですけどね、うん、だんだんこうまろやかに、そうまろやか。続いては施設内のレストランへ。黒酢を使ったヘルシーフードをいただきます。新作タイムでーす。酢豚、わーおー酢豚いいね。新作だから早めに新作しないと、はい、じゃあ召し上がって。まずは、はい、日本語で超豚、超豚、日本語で、日本語ではないよ、酢豚、うん、あ、肉が美味しくて、うん、ピーマがもうすごい鮮やか、うん、玉ねぎサクサク、わい、ポイントはお酢だから、お酢の味がいいからね、全部の肉の味が引っ張り出して美味しいんで、おー、ボンダホー、ジャマカン、お味はどうですか。美味しい。お酢の味が、うん、深いですね、うん、結構黒酢使ってるんですよ。あ、そうなの、うん、なのにこんなにマイルド、美味しいんですね、深みが出て美味しい、うんうん、何か他にお酢を使った変わったものとかありますか。あの黒酢とね、この乳製品というのがすっごく相性がいいんですよ。へで黒酢を使ったソフトクリームというのがね、ここにあるんですけども、黒酢ゆずこ、うん、食べてみたい。食べられます。はい、じゃ早速案内しましょう。はい、お願いします。はい、はい、もう忘れないようにね。はい、はい、かかわー、いっぱいある、うん、本当だ、全部黒酢ですか。そうなんです。へえ、全部黒酢を使ったね、いろんな商品、うん、たくさん並べてます。あ、このリンゴ黒酢って何ですか。知ってる、リンゴから作った黒酢当たりですね。残念残念、ね、外れ。リンゴから作ったのはね、リンゴ酢なんです。あのリンゴ黒酢というのは壺の中でさっき見ていただいたように1年かけて作った黒酢にリンゴジュース加えてるだけなんです。これはね、だいたい水で5倍ぐらいに薄めてるだけなんです。あ、水で薄めるんですか。水で薄めてるんです。はい、わ、リンゴジュース美味しい。うまい。お酢は健康にすごくいいんですよね。そうなんです、健康のために飲んでらっしゃる方が非常に多いんです、うん、日本人は結構お酢を飲んだりもするけど、うん、香港の人ちょっとお酢はね苦手かもしれないけど、うん、これだったら5倍薄めたら美味しい、うん、美味しく飲める、うん、これは何ですか。これはね、牛乳が大丈夫でしたらこっち書いてありますよね、はい、牛乳割りでぜひ飲んでください。牛乳割りお酢を、牛乳で割ってるんです。ヨーグルトだ、ヨーグルトだ、しかもリンゴの味がするヨーグルト、うん、ね、すっごい美味しい。これ子供に人気出るわ。子供ね、すっごい人気なんです、うん、こういう黒酢だったら香港でも全然飲めるよ。飲める、うん、じゃあこれ視聴者プレゼントにしたいと思います。クラリア、わー、黒酢アイゾー、うわー、いただきます。ある、黒酢の味がしますうん。ヨーグルトみたい。そう。あ、ほんとだ。うん。なんだろう。ヨーグルトのソフトクリーム。うん。爽やか。そう。黒酢っていろんな食べ方あるね。ねえ。今日はもう本当に初体験がいっぱいでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、このプレゼントもありがとうございました。はい、どうぞ。それ視聴者に。視聴者。黒酢醸造所の目の前で勢いよく噴煙を上げている山が桜島のシンボル。ここからこの活火山に向かいます。桜島到着しました。見て、おいおい、大丈夫大丈夫、煙出てるよ、噴火、はい、やっべ、今、おい、ざわ、倒せな、わわ、何やってるの、大丈夫、あれは噴火しているところでございます。知ってるよ、噴火してるから、お前観光名所かっこいいね。で、見てこの周りの雰囲気、大丈夫かな、ちょっと違うでしょ、他のところとは。ちょっと灰色っぽいですね。全体的になんか灰色っぽい。なんで？そしてちょっと埃っぽい。埃っぽいですね。火山灰ですよ。か、あ、火山っぽいか。いやー。よく見たらさ、うん、ディスカバリーチャンネルみたいですね。かっこいいね。よくこういうチャンネルさ、うん、ガイドさんがいるんですよ。はい、池田さんです。あ、はい。今日はよろしくお願いします。お願いします。中に真ん中に。はい。あれは今、噴火してるんですか？はい、噴火してますね。噴火してます。もう普通ですね。普通です。噴火してますね。一、ね、日にどれぐらい？一、うん、日十数回最近は噴火してます。最近は十数回、それ活発？活発ですね。活発ですね。はい、ですね。普通ですね、みんな。ちなみに2011年はどれぐらい1年間で噴火したの？年間900回ぐらい噴火してます。900回ぐらい、 1年365日しかないのに。もっといいところ、見えるところありますか？はい、そこのですね、上に展望所になってますんで。見たい。はい、では
行きましょうか。はい、行きましょう。はい、朝行きましょう。これ沈蒙頭、沈蒙要小心。こうやって歩いてる時に噴火して溶岩がドーッと来ることとかないですか？溶岩はないですね。あ、まあ、噴火してもやっぱり火山灰だけで。火山灰だけ。わ、はい、火山灰だらけよ。これ火山灰？はい、火山灰ですね。火山灰ですね。はい、ほら、靴もたくさんついてる。あ、本当だ。もうこれ火山灰ですね。火山灰ですね。もう磨かなくていいですね。いや、磨きたいんですけどね。磨いても一緒ですもんね。今の火山灰すごい。砂みたい。本当だ、サラサラ。わ、ほとが言われなければ、まあ、あの砂だとしか、あ、わ、どうしよう。元か、あれだ。見てこれ汚いよ。ティッサーちゃん。はいだよ。フォーサンフイちゃん。わ、わ、本当だ、すごい。もう桜島一人占め。超はっきり見えるよ、これ。こういう火山灰出されてると、なんかあの農産物出てこないでしょ。農産物、桜島大根ってでっかい大根が。あ、はい、知ってる、こういう大きいのですよね。はい、大きい大根。あれはなんであんな大きくなっちゃうんですか？300年の品種改良の結果で、うん、あの大きくなってます。火山のこういう環境の中でも育つ大根。はい、育つ大根。へえ。なんかすごくやっぱり神秘的ですね。今まで見たことないこう風景が周りに広がってる。でもいつも見てる光景なんですよ。見てます。毎日見てる。まあ、ちょっと爆発してるんです。灰色な感じ。その爆発、あの、まあ、噴火ですね。すごいこう威力があるみたいなのが分かる場所とかありますか？ありますよ。あります。行きましょう、行きましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。火山楽しい。溶岩道路に沿って向かったのは、大自然の脅威を今に伝える桜島の名所、桜島黒髪埋没鳥居。おー、鳥居低く。なんで？どういうことでしょう、ジェムさん。これは分かった。はい、火山があるからね。多分噴火の時に職人が逃げちゃったんだよ。だから頭しかないんですよ。おー、バウチャー、シャワーということで、逃げちゃって頭しかないんですか、池田さん。あ、すいません。はいはい、ですね、はい、違いまして。違う。はい、じゃあなんでこれ頭しかないんですか？ですね、大正3年の1月12日の噴火で下の方が埋まってしまって、残りがこの頭だけになってしまったっていう。埋まった？はい、埋まってます。もともともしかして、このいつもこう大きな鳥居だったんですか？はい、3メーターある鳥居が。3メーター。今1メーターしかないじゃん。うん、はい、これ残り2メーター下に埋まってます。下に埋まってる。これじゃ全部火山灰ですか？はい、火山灰です。と溶岩とですね。あ、火山灰、溶岩、はい、これ埋まっちゃって、誰かその噴火の後に掃除しようとか思わなかったんですか？今でもこのまま。もう掃除できるレベルじゃないですので。レベルじゃないんだよ。2メートル火山灰だよ。で、今もこのまま残ってる。はい、すごいね、大自然の脅威。うん、それは何で言うですか？マザーネイチャー。いや、来週はOh my gosh。 ちょっとバウザー、大バウザー。大丈夫かな、これ。ちょっとすみません、これ大丈夫ですか？私逃げた方がいいんじゃないですか？大丈夫ですよ、いつものことなんで。いつものことかよ。桜島ではこれ日常。これは噴火ですよね。噴火ですね。噴火ですね。本当だ。ジャパナビ九州縦断ロマン紀行、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週九州で飲んだものは、1番赤酢、2番黒酢、3番白酢。正解者の中から抽選で坂本醸造より天寿りんご黒酢を3名様にプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2012年3月25日午後17時。当選者は2012年4月1日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募、どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な一週間を。